まあ向こうだってそれが最後の手段ってことは分かってるさ。君の仲間はみんな一筋縄じゃいかないからね。交渉の材料にするにはいささか油断がならないんだ。もう一つ悪い情報。この陰の世界に連れてこられた村の人たちなんだけどさ、鏡に精気を吸い取られてほとんどの人が眠ったまま起きなくなってるみたいで。遅かれ早かれみんな死ぬさ。鏡の契約者と戦って勝つ勝算はますます少ないな。オウミ君と犬飼君はもう弱りきってる。鏡の力の継承をしたところで力に自我をさらわれて終わりだ。残るは君か、玉より姫。君が鏡の契約者になって死ぬ。一番確実だ。そんなことするぐらいなら私が。だから僕やお前じゃ無駄死になんだって。でもだからってそんな。あの僕が。でも外に。二人ともどうしたの？なんか変だよ。何かあったの？時間はあまりないようです。自分の中に何かが目覚めようとしているのがわかるんです。諦めなければ僕のせいでたくさんの人が死んでしまうんですよ。方法って何ですか？僕はどうすればいいんですか？こうしている間にも夜の闇は深くなる。この村の人たちだって死んでしまう。僕がいたら世界は終わってしまうんですよ。何の希望もないのに頑張れるわけないじゃないですか。正義の味方になんかなれないですよ。
僕は生きてたら僕はここにいてもいいんですか？生きていてもいいんですか？はい、そういうわけにもいかんだろう。どくんだ、彼を殺さなければいけない。誰が鏡の継承者になっても、鏡の元の契約者は鏡の力とともに現在の継承者に取り込まれてしまう。どうしたってね、この事件を解決するには君が死ななければいけないんだ。だったら今ここで君が完全に目覚めてしまう前に殺すよ。それが一番被害の少ない。君たちが出て行った直後、僕の放った式神がいつせが動き出したことを知らせてきた。あちらさんも自分の思うようにいかなくて相当焦ってる。なりふり構わず殺しに来るぞ。繰り返すがリン君、君はここで死んでる。君もそれを望んでいるんだろう。それは感覚を麻痺させる術をかけてやる。痛みも感じず眠るように死ねる。誰かが鏡の継承者になった時に使おうと思ってね。僕はまだこの世界のために君は死ぬんだ。この世界を守りたい。ただそれだけだ。僕が憎まれ役になる程度で、あいつの未来に希望がさすならそれでいい。喜んで憎まれ役になるさ。リンク、君の命で世界を救う。でも
何もしないよ。君が本気で僕を倒しに来たら、僕が勝てるわけないんだ。行きたければ行けばいいさ。でもね、覚えておいてほしい。数日か、それとも数時間か、リン君の封印が解けるのにそう時間はかからんだろう。いつせの剣がないにしたって、その子がこのままあとしばらく生き続ければ、この世界は終わるんだ。それでどうするつもりなんだい？久しぶりですね。夜の闇は鏡の契約書の目覚めは近い。もはやニールも私の罠にはまりこの世から消える。鏡を渡してもらいましょう。どこにあるか教えてください。私が直接聞き出しましょう。無駄ですよ。その方に何をするんです？あなたの相手は私ですよ。忘れましたか、クス州には超常の力を無効化する能力が備わっています。今その能力を活用し、ここに霊力を無効化する空間を作りました。あなた方を守る特別な力はもうない。
汚らわしい神の血を引く以外、ただの女性と子供です。鏡はどこにあるんですか？意識を失わないで済むレベルで最も強い苦痛を与えましょう。話してください。鏡はどこにあるのですか？痛みには強いですか？ではもっと強い苦痛を与えましょうか。苦痛より屈辱の方が効果があります。何をされてもという顔ですね。では彼に苦痛を与えましょう。当たりですね。眠らせはしませんよ。大丈夫です。平気です。神の分際で。まずは腕を折りましょうか。鏡はどこに？嘘ではないですね。大変結構。ではあなた方には死んでもらいましょう。用済みですから。当代の玉依姫、あなたは知らないかもしれないが、私は玉依姫という存在を殺したいほど恨んでいます。